どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、アマゾンのブラックフライデーが本日の日付が変わった0時きっかりね、開始になるっていう風になりますんで、今回ですね、キャンペーンのですね、おすすめのね、支払い方法ですね、まとめてね、紹介していきたいなと思います。 ということで、早速ね、内容に入っていきましょう。ということで、えー、ブラックフライデー11月の2 0日0時から12月1日23時59分で開始になります。この後ね、えー、0時きっかりからね、開始になるということで、今回 Amazon のブラックフライデーのね、キャンペーンなんですけども、いくつかね、併用できるキャンペーンがございまして、 そちらねちょっとまとめさせていただいたんですけどもまずねポイントアップキャンペーンですねこちらがこちらになりますね、えー、毎回ねやっていると思うんですけどもエントリーしていただいて、えー、1万以上ね購入していただくと最大12%ポイント還元が受けられるキャンペーンっていう風になっておりますでこちらねエントリー必須になっておりましてポイントのね打ちなんですけどもまずプライム会員の方であれば2%は取れまして a m a z マスターカードの買い物していただくとプライム会員以外の方は2.5%か 通常還元1.5%を含むで、えー、マスターカードプライム会員の方なら3%還元がね獲得することができますですのでプライム会員でアマゾンマスターカードを持っていてプライム会員の方だったらまあ5%がね取れるって言い方がになります。 で、プラスしてですね、前回はね、白物家電がね、対象でしたけども、今回ね、クリスマスシーズンということで、おもちゃボビーの購入でさらに7%が取れるっていった味になります。で、対象商品ね、こちらから、えー、見れるようになっておりますし、またね、ポイントの早見表みたいなのもね、見ることができるっていうふうになりますんで、まあこちらね、あの各自ね、あの状況違うと思いますので、まあこれでね、確認していただくのがね、一番簡単なのではないのかな、なんていうふうに思います。まあ私ね、アマゾンプライム会員で、まあ マスターカーーカドでね購入すすれればば5%ががいいいてまあおもちゃホビーをね買えばまあ最大12%が取れるみたたななこういった感じになりますね前回確かアプリで購入するとみたいなのがあったと思うんですけども今回はアプリの購入は特になさそうですねですんでウェブで買ってもね大丈夫そうなんでクリスマスプレゼントとかねお子様いらっしゃる方はね購入されると思いますんでまあ今回ね結構この12%ね取れる方は結構いるのではないのかななんていうふうに思いますでこちらがですね,今ね 説明させていただいたポイントアップキャンペーンですね最大12%還元ということで還元上限が最大 12%, 万12還元っていうふうに なりますで、えー、還元上限なんですけども、こちらね、1万円が上限ポイントに設定されておりまして、で、一応対象支払い金額はね、10万円にさせていただいております。この2%にはね、マスターカードの通常の2%が入ってるっていうふうになりますんで、一応ね、12%にさせていただきますけども、還元の上限はね、この2%を抜いた、えー、1万ポイントでね、させていただいております。で、それ以外のね、キャンペーンで、えー、ギフトカードの購入で、5000円購入していただくと、500ポイントがもらえるね、キャンペーンがあります。 こちらねメールタイプまたは配送型タイプのギフトカードを、ね、購入して 5000円以上購入していただくと500ポイントがね、もらえるキャンペーンがあります。それがこちらですね、E メールタイプ、配送タイプ、ギフトカードの購入で500ポイントプレゼントということで、こちらエントリーが必須になっております。で、先ほど言ってる通りですね、E メールタイプ、また配送タイプの Amazon ギフトカードを購入していただくと500ポイントがね、もらえるって言いたになります。まあ、こちらのページってね、下の方見ていただければね、対象商品わかると思いますので、まあ間違いないと思うんですけども、えチャージ型はね、対象外になりますので、 でね、この点は注意してくださいで1人1回ね利用することができますですのでひとまずね5000はこちらポチっといてねいただくのがねおすすめっていただきになりますで次にギフトカードのチャージのキャンペーンですねこちらの詳細がこちらですねブラックフライーギフトカードチャージで0.5%ポイント還元ということで残念ながら私はね対象じゃないんですけども一応対象者限定でね利用することができます11月の17から12月1日ですねこちらねエントリーがね必須っていう風になって おりましてこちら期間中にですね5000円以上ですねギフトカードチャージしていただくと0.5%ポイントが取れるキャンペーンですね期間が11月の1 1日から 12月の1日までですね、5000円以上ね、チャージしてやると0.5%ポイント還元がね、取ることができます。で、こちらね、上限が1万ポイント、0.5%の1万ポイントまでが上限というふうになっておりますんで、対象支払い金額は200万円ということで、200万円までチャージできますけども、ここまでチャージする人はね、いないかな、なんていうふうに思います。ですので、まあ、今回のね、Amazon ブラックフライデーに関しては、まずね、5000円を え、メールタイプまたはギフトカードで購入していただいて500円で、ね、取っといていただいて、なおかつですね、基本的に クレジットカードで購入する方は、アマゾンギフト券をですね、チャージしていただいて5000以上ですね。で、その後ですね、アマゾンギフト券で、ブラックフライデーでね、あの、購入していただくのがね、おすすめっていう風になりますんで、この点はね、覚えておいていただきたいな、なんていう風に思います。ですので、まあ、このクレカチャージね、する方に関しては、基本0.5%ね、上乗せみたいな、まあ、そういった感じでね、利用することができるって言った味になります。で、次にね、スタンプラリーですね。こちらは、 詳細はこちらなんですけれども、まあこちらも毎回ね、やっておりますよね。期間が11月の17日から12月の15日までっていうふうになりまして、まずね、エントリーが必須になります。で、こちらですね、達成項目を、えー、全部ね、達成していただくとですね、こちらの上の 5万ポイントもしくは500ポイントがね、10人に1人ね、当たるっていうキャンペーンになってるんですよね。で、エントリーしていただいて、こちらね、食、食、え、品、ー、飲料、お酒を購入するということで、私はね、これになってるんですけども、これね、人によって違うみたいなので、ぜ、ま、ひ、あ、チェックしていただければなと思うんですけども、まあ、エントリーしていただいて、こちらね、達成していただければですね、 こちらね、500ポイントもしくはね、5万ポイント当たるかもしれないっていうふうになりますんで、まあ、ここがね、ちょっと微妙なラインですけども、私はね、食品飲料をお酒購入する予定がね、今のところないんですけども、もし炭酸水とか出たらね、購入するかもしれないんですけども、まあ、ちょっとこれはね、あの、達成できないかもしれないですね。まあ、すっごい安い何かがあればね、いいのかな、なんていうふうに思うんですけども、まあ、こちらね、 人によってはね、また簡単にね、達成することができ、アマギフトとかもね、OK な人もいらっしゃったりいたしますので、まあ一応ね、あの、こちらと、えー、こちらですね、達成していただければ、500ポイント、5万ポイント、どっちかね、当たるかもしれないっていうふうになりますんでね、こちらもね、ぜひ参戦しておいていただければなと思います。まあ、ここら辺は大丈夫ですよね。プライムリーディングとか、ビデオを見るとかね、アマゾンミュージックプライムを聞くとかね、まあこれアマゾンプライム入ってればね、どれでも、どれもね、無料で利用することができるんですけども、まあこれをね、見ていただいたい 聞いていただいたりするとですねこのゲージが上がっていって、まあ、全部達成するとまぁ、あ、こちらがね当たるかもしれないっていうキャンペーンですねぜひねこちら達成できそうな方はですね達成で、ね、ち,ちゃっとしといていただければなと思います それでは次にですね、まあ今回のね、ブラックフライデーのキャンペーンはね、こういった形になっておりまして、まあ先ほども言った通りですね、amazon ギフトカードね、メールタイプ、配送タイプ、一回ね、5000以上購入して500円取っておいていただいて、まあそれ以外はクレカで利用する場合はですね、amazon ギフト券にチャージしていただいて5000以上ね。で えー、a z o n ギフト券でブラックフライデー参戦していただくのがね、おすすめっていただになります。で、こちらもね、先ほどあの、私対象じゃなかったので、対象じゃない人もね、まあ、いらっしゃいますんで、この点はね、覚えておいてください。で、次にね、今回のブラックフライデーの支払い方法のおすすめですね。まずね、一番最初はこちら前回もね、あの、お話しした通り、ペイディ後払い10%ポイント還元っていうのがですね、やっているっていただになります。こちらが、 え、こちらになるわけなんですけども、ブラックフライデー後払、後払い,後払いペイディで合計金額から最大10%ポイント還元ということで、こちらね、エントリー必須になっておりまして、12月の22日から12月の1日、キャンペーン期間っていうふうになっておりまして、最大10%還元が受けることができます。で、こちらね、最大1500円ポイントまでね、獲得することができるっていうふうになっておりまして、このね、ペイディ後払いですね、特にね、あの、手数料かからずして利用することができる後払いサービス なんで、すよねで銀行からですね、えー、口座振替みたいにしていただければ、手数料かからずですね、後払いって聞くとね、手数料がかかるイメージがあると思うんですけども、これはね、手数料かからないでね、利用することができるっていうふうになりますんで、クリヒスみたいなのには絶対乗るとは思うんですけども、後払いなんでね。ですけども、えー、10%ね、取れるっていうふうになりますんで、これがね、一番お得な支払い方法っていった形になります。で、またね、一番気をつけていただきたいのは、 一度にですね、こちらの金額を超えていただく必要があります。そうすると10%ポイント還元っていう風になりますんで、 一回にね、一万二千円以上使わないとね、こちらもらえないっていう風になりますんで、合算ではございませんのでね、一万二千円以上の商品、まあ商品じゃなくても一万二千円以上のね、一回の決済で、まあしていただく必要がございますので、この点はね、注意してください。で、対象支払い金額は最大千五百ポイントまでっていう風になりますんで、一万五千円で千五百ポイント獲得することができるっていう形になります。まあアマゾンの商品でね、10%取れるっていう風になりますんで、結構 いいですよね。ぜひこちらね、利用していただいて、エントリーとね、一1回12000円以上の決済ね、忘れずに利用していただければなと。 思いますで、次にですね、PayPay のクーポンかなこちらですね、来ているっていう風になりまして、3%ポイントクーポンですね。こちらね、付与上限300ポイントっていう風になっておりまして、11月の24日から12月1日ですね。こちらね、クーポン取得していただく必要がございますんで、クーポンね、取得していただいて、PayPay でね、支払っていただければ、300ポイントがね、3%還元もらえるっていう風になりますんで、対象支払い金額はね、1万円までで利用することができるっていう風になりますんで、こちらもね、結構おすすめです。 それでは次にですね、アメックスのね、プロパカード3番目に入れさせていただきました。このね、アメックスのプロパカードっていうのは、メンバーシップリワードプラスっていうのね、まあ、ポイント交換するときにね、レートが上がるメンバーシップリワードプラスっていうのがあるんですけども、これがね、年間3300円かかります。で、これね、登録されてる方はほとんどだと思うんですけども、ボーナスポイントアッププログラムっていうのはね、こちら無料で登録することができます。メンバーシップリワードプラス加入してるとですね、これに登録すると、アマゾンの決 っていうのは3%還元になるんですよねこちら還元上限10万円で対象支払金額、ね、500万円までねこうなるわけなんですけれどもこの場合ですね アメックスのプロパカードからギフトカードにね、チャージしていただいて、3%取れるっていう風になりますんで、3.5%還元で、えー、こちらね、ブラックフライデー参戦することができるっていう風になりますんで、アメックスのプロパカードね、対象カードはこちらになるわけですけども、こちら持ってる方に関してはですね、メンバーシップリワードプラス加入していただいて、ボーナスポイントアッププログラムね、加入していただければ、アマゾンもですね、3%還元ね、取れるっていう風になりますんで、こちらね、非常にお勧めって 手配置になります このね、アメックスのプロパカードっていうのは、メンバーシップリワードプラスね、さらに ANA コースね、5500円だったかな。お金かかるわけなんですけれども、1ポイント 1ANA マイルにね、このアメックスのね、リワードポイント、年間4万マイルまでね、交換することができるっていうふうになりますんで、こちら簡単に言うとですね、このアメックスプロパカードに関しては、メンバーシップリワードプラス ANA コースポイントアッププログラム登録していただくと、アマゾンの還元率はですね、ANA マイル還元率3%っていうふうになりますんで、非常に大きいですよね。 ぜひね、アメックスのプロパカードを持っている方は、こちらに登録していただいて、 アメックスのプロパカードで購入していただくのがね、非常におすすめって言った鉢になります。で、次ですね、アマゾンマスターカードに関しては、今回のキャンペーン中ね、通常還元が2%、でキャンペーン中はね、3%っていう風になりますんで、もうね、何にも考えないで購入されたいっていう方は、このアマゾンマスターカード、もしくはアメックスのプロパカードで購入していただくのがね、おすすめって言った8になります。で、こちらね、直接購入でね、商品購入していくと3%なんですけども、アマギフはですね、この、 キャンペーンのね、あの、ボーナス分がね、入らないっていう風になりますんで、もしね、アマゾンマスターカードで購入される方は、商品直購入でね、購入していただいた方がおすすめって言ったはちになります。それでは次にですね、ANA のカードの場合ね、まあ、どういった感じでお得に払えるかっていう話なんですけども、 ANA ビザマスターね、持っている方に関しては、キャッシュ、ANA Pay、トヨタウォレットで、トヨタウォレット払いで、えー、こちらね、番号、クリストカードの番号を出すことができますので、まあ、ここからね、Amazon ギフト券チャージ、さっきのね、チャージキャンペーンで Amazon で支払っていただければ、まあ、ここね、今、キャンペーン中だけね、1.5%になりますよね。ですので、キャンペーン中はですね、えー、っと、ANA 前の還元率は1.5%。 1.5%還元プラス、えー、キャッシュの0.2で、トヨタウォレットとアマゾンギフト券のキャンペーンで合計1.5%取れるっていう風になりますので、えー、こちらも ANA マイルの還元率は、えー、キャンペーンにれるとね、1.7%、ANA マイル還元率が1.5%の、それ以外が1.7%取れるっていう風になりますので、合計ね、3.2%還元で利用することができるっていった味になります。まあ、ANA のカードですね、複雑なルートを組んででもお得に支払いたいっていう方は、まあこの ルートはねおすすすめっていただきになりますで、こちらね、アメックスのね、マリオットアメックスで利用されている方はですね、まあ、どうするのがおすすめなのかっていう話なんですけども、マリオットアメックスプレミアムカードとか使っている方はですね、そのまま直接ね、アマゾンで物を購入していただくのがね、おすすめっていたがちになります。どうしてもね、アメックスの場合は他のチャージするとね、還元率0.5下がってしまうっていうふうになりますんで、基本的にね、おすすめはできないって言いたがちになります。 ここら辺のね、メマリオットアメックスとか、ヒルトアメックスとかね、ANA アメックスとか使ってる方は、ハマギフ購入していただいて、ブラックフライデーはね、ハマギフ払いで利用していただくのがね、おすすめって言った形になります。それではね、次に、今ね、サブスクがいくつかありまして、こちらもね、結構お得なので紹介させていただきますけれども、アマゾンプライム入ってない方はですね、紹介リンクを踏んで、アマゾンプライムに、ね、登録していただくとですね、 2000円以上購入で1000ポイントがね、もらえるキャンペーンがやっておりますので、もしね、プライム会員になってない方で、まあ今回ね、なりたいよっていう方はですね、こちらね、紹介リンク踏んでいただいて、2000円以上ね、購入してやると1000ポイントもらえるっていうふうになりますんで、これはね、結構お得ですので、ぜひ活用していただければなと思います。概要欄にね、載せておきますね。で、またね、Amazon ュ、えージックこちらね、私は300日無料のね、キャンペーンバナーが出ておりますけども、こちら先週とかのね、細かい話でしたと思うんです がこういった形でですね、最初の3ヶ月で無料で、えー、利用することができるね、えー、キャンペーンが来ている方も、こちら対象者限定にはなるわけなんですけども、まあ、いらっしゃいましたので、ぜひね、こちらも外来に載せておきますんで、チェックね、しといていただければなぁと思います。約3000円がね、えー、無料で利用することができるというふうになりますんで、めちゃくちゃいいですよね。 で、次ですね、Kindle Unlimited ということで、こちらもね、3ヶ月99円、もしくはね、登録して30日無料体験ね、利用することができるっていう風になりますんで、こちらもぜひチェックしてください。あと、オーディーブルも2ヶ月99円ですね。聞く読書ってやつですよね。こちらもね、結構おすすめです。 で、またですね、今回ね、ブラックフライデー開催されるわけなんですけども、キャッシュバックキャンペーンっていうのがですね、いくつかね、対象商品によってやっているっていう風になるんですよね。まあ私みたいにね、カメラ好きな方はね、ここら辺チェックしていただくのがね、結構いいのかななんていう風に思いますので、ぜひね、ここに対象商品が入っていないかですね、いま一度ね、チェックしていただいて購入ね、していただければなと思います。それではですね、ちょっとね、話脱線してしまうんですけども、今回ね、ブラックフライデーアマゾンでね、 開催されるわけなんですけども、ちょっと前の細かい話でね、させていただいたと思うんですけども、三井住友カードでね、ナンバーレスとか持っている方は、こちらね、ブラックフライデーで5万円エントリーしていただいてね、5万円以上利用していただくと、V ポイント1000ポイントね、もらえるキャンペーンが 来てるんですよね。で、こちら集計期間がですね、もう本日からね、始まっているっていうふうになりますんで、エントリーポチッとしていただいて、えー、5万円ね、利用していただくと 1000V ポイント、すなわちね、700ANA マイル、もしくは、えー、500JAL マイルね、交換することができる V ポイントね、えー、もらえるっていうふうになりますんで、こちらね、ぜひ忘れずに利用していただければな、なんていうふうに思います。こちらね、特に何かね、この利用先がダメみたいなのはございませんので、チャージでも OK なので、まあ、Amazon ギフト ね、購入していただいてもね、OK っていうふうになりますし、 もしね、ちょっとお金的に5万円もね、チャージするのが嫌ですよっていう方は、まあこういった感じでですね、三井住友カードからキャッシュで、ANAPay、ANAPay から楽天 AD でキャッシュにしていただければ、投資新宅で購入することもまあできるっていうふうになりますんで、まあこのルートね、結構いいんじゃないかな、なんていうふうに思います。残念ながらね、このルートはね、Android しかね、利用することができないっていうふうになりますんで、ちょっとね、Android の方しかね、参戦することはできないわけなんですけども、まあこういったルートも、ね ございますのでぜひね利用していただければなと思います iPhone とね Android 両方と持っている方で、えー、マスターカードの方はですね auPay プリペイド経由もねできるって言った形になりますまあ、こういったルートもねございますのでぜひねチェックしといていただければなと思いますまあ、それ以外にもですね今回のね Amazon ギフト券ね あの、購入するときにこちら使いたいっていう方は、まあこういったルートでね、組んでいただくと、まあ a z o n でね、最終的にトヨタウォレットで amazon ギフト券チャージ型買っていただいて、amazon のブラックフライデーでね、そのアマギフで購入していただければ、まあ2.2%ルートでね、利用することも、まあできるっていうふうになりますんで、このルートはね、android でも iPhone でもね、できるかななんていうふうに思いますので、まあこのルートもね、ぜひ覚えておいていただければなと思います。 それでは次にですね、平井さん何買うんですかってたまに聞かれるので、今回ね、ちょっと話しようかなと思ってるんですけども、 これはね、多分私買います。サンディスクのね、SD カードの、マイクロ SD カード260、256GB ですね。えー、50%オフぐらいになっておりまして、私ね、あの DJI ポケット3、えー、購入しましたので、まあ今ね、まあ、正直データ数はね、困ってはないんですけども、まあたくさん容量あってね、2500円ぐらいだったらね、まあちょっと投入しといてもいいかなということで、まあ256か 1TB かね、まあどっちかね、購入させていただこうかななんていうふうに思っております。 またねおすすめなのはこちらですあのホテルとかでねあのストリーミングサービスね利用することができるねこのファイアースティック。 4K。私もね、これ持っておりますけれども、あの、子供がね、これでいつもね、あの、ホテル等々で動画楽しんでいるっていう風になりますんで、まあ、これもね、結構おすすめですね。毎回ね、このブラックフライデー等々でね、あの50、50%オフになりますんで、まあ、持ってない方はですね、これね、結構持ってるとね、あの、快適になったりし、あの、ホテルのテレビで見れたりしますんでね、結構おすすめです。で、またですね、アンカーの商品がですね、もうね、こちら先行セールでもね、安くなっていて、まあ、私、めちゃくちゃ持ってるんですよね。これも 持ってますしこれも持ってますね はい。今、これをメインでね、今、利用させていただいておりますけれども、以前ね、こちらの、これですね、使ってたんですけども、えっと、成田エクスプレスでなくしてしまいましたね。多分、あそこでなくしたんだと思います。それで、こっちを買った感じですね。ですんでね、ここら辺も結構いいかなっていうところですね。前回のね、あの、ブラックフライデーの時はね、Q10 の方が合計安かったりしたんですけども、まあ、今回ね、ブラックフライデーのアマゾンの方がね、安かったりしますので、安価の商品ね、好きな方はぜひね、チェックしていただければなと、 思いますで、またですね、桜チェッカーとキーパーですね。まあこちらね、まあ皆さんも使ってると思うんですけども、ここに URL 入れていただければね、桜の商品か桜じゃない商品かね、あの見られるっていうやつですね。で、こちらのキーパーに関しては、あの、Chrome でね、入れていただくと、まあこういった感じでね、商品、これ α74 っていうね、ソニーのカメラなんですけども、今までの値、ね、動きはね、こんな感じでチェックすることができるねまあ便利ツールみたいなのが、まあで、あの、入れることがね、あの、できるっていうふうになりますで、ね、 でまあ、こちらもね、あの、欲しいものがね、どのぐらいの,あの値段推移になってるのかね、目安になるっていうふうになりますんで、こちらもね、結構おすすめなので、ぜひね、導入してない方はチェックね、していただければなと思います。こちらね、Google Chrome じゃないと利用することができないと思います。 ということで、今回ですね、Amazon ックフライ f r 本日の0時機っにね、開始になるっていう風になりますんで、ぜひね、参考にしていただければなと思います。またね、おすすめの商品等々ございましたらですね、コミュニティ欄ね、載せていきたいなぁなんていう風に思いますので、そちらもね、ぜひ覚えておいていただければなぁと。 思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりますので、ぜひチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ